なんと脱獄ごっこに新しいガチャが追加されました。ってことで今日は脱獄ごっこガチャで当てたスキンを使って脱獄をしていきたいと思います。はい、ということで脱獄ごっこシーズン2ガチャが出たということで早速ね引いていきたいと思います。ガチャ何が出るんだろう、楽しみだね。まあね、今回の僕の狙いはバナナ王子、これねレジェンダリリアバナナ王子、あとねマロン君とウルフ、人狼みたいな好きね、声も人狼なんです、これパンチするときと、あとはパプリカ、あのヘリコプターのさあそこにいるのがパプリカ、パプリカも欲しい、かわいい、ちっちゃくてかわいいんだよね、で、あとは疾風の山猫娘あたりかな、僕今回のね狙い目というかガチャの狙い目はね、いいねいいねいいね、個人的にはこのラピ、ウサギのラピとか、まあ、スターホワイトも可愛い、あ可愛い、あとまあローソ君はネタキャラとして面白いから欲しい、面白いね、であとは学ラン少年とかもなんかまあネタキャラとして面白いから欲しいなと、学ラン少年まあ面白く見えてきた、まあ面白いかもってことで、マイッキーは、まあ、これ今僕が言った以外だと何が欲しい、なんか欲しいものある、僕が欲しいもの、うん、そうだな、サッカー少年とかプリズンデッド、ブルーグリーンが欲しいな、 あとね、うん、あとね闇からのスナイパートニーがかっこいいから欲しいですね、あーもうかっこいいよねこれ、え一番欲しいのはもしかしたらアイスクリームかな、かわいいしねまあ美味しそうでね、アイスクリームかわいいし、うん、まあ今回ね何が出ても結構面白いのかなと思います、ユニークなスキンが多いから何が出ても当たりなのかなと、わかるわかる、うんうん、あと一つね言い忘れてたことがあるんだけれども、何、今回ねガチャを引くとシーズンポイントっていうのが溜まって、ものすごい超かっこいいアイテムが手に入るんです、え何、見せてあげるよ、この報酬を見るってところを押して、じゃん見て、な何それ、手に持ってるの見える、これ見える、何それ、これシーズン2スキンで得られるシーズンポイントが規定値を超えると使用できますっていうハンドアクセサリーなんだけどね、宇宙時計っていうね、もうなんか宇宙と時計が融合してないね、超かっこいい時計が手に入ります、すっごいよまあ、ってことで今日はねガチャを引きつつこのね宇宙時計をね解除していきたいと思います、ガチャで何が出るか楽しみですねみんな、うん、まあガチャではね、まあ、とりあえず僕はレジェンダリーレアのバナナ王子だけは今回何としてでもゲットしたいなと思います、あとパプリカも欲しいけど、あとマロン君も欲しいけど、まあいいややっていきましょう、やっていきましょう、よーし、ということで早速ガチャ引いていきまーす、引いて引いて、 OK、 じゃあまず1回目、うん、ゴー、お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 、ちょん、おぉ、闇マロンだ、闇マロン、え、闇マロン嬉しい、あとこれプリズンブルーとプリズングリーンじゃん、これマキが欲しいって言ってた、うん、欲しいそれ、おぉこれ欲しい、でクマさんもいるし、これはダークロボスピードこれもかっこいいな、もう一回引こう、一回引こう、行くぞ、5連ガチャ、来い来い来い、ピュン、おぉこれは待って、エピック3個も当たった、すごいえ、これジュースボーイでね、ジュースボーイ、うん、スパークマンもいるじゃん、スパークマン僕好きだよ、スパークマンジュースボーイも美味しそうだし、そしてパプリカ、パプリカ当たりました、やったー、あとアイス青、アイス青いいなー、うん、これ面白いからね、このスキンでっかいし、でこれクロックマン、僕クロックマン結構好きで、僕時計好きだからね、で今回の報酬時計だし、僕も全部好きかも今回、いいな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 、もう一回やっていくぞ、分かろ、当たってくれ、キュン、おおこれはひょっとこまんじゃん、バンバン、ひょっとこまんもう嬉しいかもしれない、これちょっとね顔が面白いしね、でこれスターホワイト、スターホワイト、僕一押しのスキンスターホワイト、かわいい、かわいすぎ、もう一回やりましょう、やろ、何が出るかな、キュン、おおアイス、僕全部種類揃ったんじゃん、アイスグリーン、おーアイス緑はねレアなんだ、スーパーレア、でこれがアイス赤で、これがウルフ、人狼とね声同じだから、このスキン買いたい、それで人狼やったら強そう、これで人狼やったらまあすぐ疑われるけどね、うん、で闇からのスナイパートニーも当たった、であこれ学ラン少年、どれ使っても楽しそう、闇からのスナイパーでスナイプしたい、よしじゃあ次もう一回引きましょう、何が出るかな、まあねレジェンダリーのねバナナ王者欲しいんだよね、欲しい、うん、来い、おお、おお、あ、待って、しかも報酬アイテムがアンロックされた、ずるい、あとで宇宙時計手に入るんだ、でもちょっとガチャの結果を見ましょう、これはダークロボパパ、あ、ロウソくんじゃん、ロウソくん、かわいい、面白い、ロウソくん、僕それ使おうかな、僕ネタキャラとして欲しかったんだけど、マッキー使うかな、どうしようかな、で、スタクイン、今世界の修繕人と、結構いいの当たってきたね、てかいいね、いいね、どれも当たりじゃん、どれも当たりだよ、これもう一回やります、もう一回やろう、おおおお、金のエフェクトがかかった、これはよし、そうでしょ、よし、バナナ王子手に入った、いいな、しかもねこれバナナ王子だけじゃなくてラッピーいるでしょ、ラッピーかわいすぎない、バナナ王子、疾風の山猫娘もゲットした、かわいい
まあ一般兵士と、あとこの一番右のがビッグウッドマンってキャラで、これ木のスキンだから、もしかしたらグリーンビレッジとかにいたらこのスキンは強いかもしれない。だって木と同化するから強いもん。あ、隠れられる。うん、絶対見つからないじゃん。絶対勝てるじゃん。どれもこれもいいな、全部欲しい。ってことでアンロックされたから報酬ゲットしに行こうかな。うん、行きましょう。おう、やった、宇宙時計だ。ゲットした。宇宙時計解除された。嬉しい。いいな、宇宙時計使うの。宇宙時計僕使っていくよ。僕も使いたいな。ってことでマイキーもさ、この後ちょっとガチャ引いてみたら。うん、僕も今からガチャ引いちゃおうかな。そうしよう、引く、引くよ。オッケー、じゃあ今日二人ともさ、今日出たスキンを使って早速僕ちょっとやっていきましょう。ってことで僕何ゲットできるかな、やっていきましょう。マイキー何が出るのか気になるな。よーし、やっていきましょう。やっていきましょう。あれ3人だ。あれ、まあでもいいや。よーし、やっていきましょう。見て見て、マイキー見て見て、僕。え、いいな。パプリカに宇宙時計つけてる。マイキーはウルフと、ウルフとネゴ太郎だ。怪しいな、ウルフ。ウルフすごいわ。ほら、すごくない。ウルフさ、マイキー、エモートしてみて、エモート。おお、ほらほら、人狼棒と同じ音するんだ、それ。そうなの、だから人狼と疑われやすいんだよ。僕、人狼じゃないからね、人気、キュン。ね、ほんとに？ほんとだよ。マイキー絶対人狼でしょ。あ、スイッチ押しに行こうっと。スイッチ押しに行かなきゃいけないよね。そういうゲームですからね。うん。ん？よし。よしよしよし。あ、ゴタイゴさんだ！ゴタイゴのプロさんだ！なに？ HQ！ いや、これ、いや、おーおーおーおお、マイキー変身解除されたよ、今。いや、してないっすけど。ちょちょちょっと。おー、危ない危ない危ない。ちょちょちょっと。これ絶対マイキーだ、もう確定確定。あ、ほら、マイキーじゃん。うぃ。マイキーも隠すのやめたの？うぅ、ちょっと、ウルフスキンだからね。いいえ、ウルフスキンは堂々と狼ありますよ。ウルフスキンで人狼は面白いな。まあ、いいや、倒そう。ちょっと、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 よし、5BS5 のプロさん、一緒に倒すぞ、この人狼を。見た目からして怪しいからな。体力見るじゃないっすけど。お、倒した。おおお、うそうそうそう。早く見るじゃないっすけど。よし。おお、ショッキー倒していく。やったー。なんて。イエーイ。あ、じゃあスイッチ開ける。あ、でもスイッチ一個もされてない。まずいじゃん、これ結構。みんな抜けちゃったから、まずいぞ、まずいぞ、これは。隠れて自己回復しようなんてしてないっすから。早くそのスイッチ押した。ふぅ、いいよ、いいよ。オッケー、スイッチ押そう。これがいいよ。だって、そうしないと負けちゃうもん、僕。スイッチ一個も押してないから。マキのことは見張りたいけど、見張る暇ないな。あっ、あっ、あっ、チャンス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 、間に合っていこう。お、嘘、間に合った。これはもう負けないっすけど。おい。嘘、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 嘘。あ、勝てるんじゃないかな。いけ、ロケラいけ。あー、まずいな、これは。体力見る？体力もしかしない？いや、体力いっぱいあるよ、僕。どっちだ、これわからん。体力いっぱいあるよ。あ、スイッチだ。ここ開けようかな。僕もいっぱいあるし、じゃあ出口にトラップいっぱい仕掛けてないっすけど。一騎打ちじゃ。おお、おお。よし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 、倒していく。シャボンジュー最強。なんで、なんで当たんない。賢い。自己回復しようとしてないっすけど。あ、自己回復してないよ、今。してないよ、してない、してない、本当にしてないからね。よーし、倒していく。やったー。あれあれ、なんか生き残ってる。嘘、嘘でしょ。え、え、今倒れたってなんなかった。なんで、なんで生きてるの。なんで。しかも結局やられるの。よし、まずいまずい、時間がないから行かなきゃ。マシコンのこと本当に倒したぞ。なんで？やったー。あれ、なんでマイキー生きてんの？あれ、なんで？なんかバグってる。なにこれ？ちょっと、まずいスイッチ探さないと。なんなの？何回でもよみがえるの、もしかして。なんだ、なんで？なんで？まあいいや。マイキー激化するのは僕諦めた。マイキーから逃げながら全スイッチ僕一人で開けるぞ。追いかけっこだね。僕に追いつけるかな？早いよ。はい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 。2分しかないから勝てるかもしれませんね。よし、スイッチ。よし、スイッチ。3個だ。お、まずい。ドンベだから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 。なんかバキ、ま泣きながら太った気がするけど。まずあと1分だ。あと1分、あと1分。あと1、2個だ。勝てる。嘘、間に合わないかも。勝った。あと1個。勝てるでしょ。よし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 。やったー。十分間に合わないでしょ。よし、間に合うぞ。え、4、3。2、1、ゴール。よし、何それ、あっぶない、ギリギリ。はあ、残り時間0秒。よし、やっていきましょう。
やっていきましょうよ。僕はバナナ王子使ってきます。おう、あれ見て僕のこの薄っぺらさ、見てこの薄っぺらさ見える？どれどれ、見てこの薄っぺらい感じ。おお、それロウソくんじゃん。薄っぺらい。薄っぺらいってなんか言われるとちょっと悲しいけどさ。あれ、なんかマッキー襲われてるけど。誰攻撃してるの？おい、ほら、ロウソくんなんて使ってるからだよマッキー。僕のロウソくんの見た目は侮るなかれ。でも、ハルキくんが怪しいぞ、いきなり襲ってきて。ちょ、ほら。でも、これは、人狼だからなのか、それともマイッキーが怪しいスキンを使ってるから。ちょ、怪しくないでしょ、僕のこの、すっぺらい。おっと、すごい食らってるんですけど。倒されそうなんですけど、助けて。なんでマイッキーやられてるの？この薄さ、面白くない？あいて、逃げろ、逃げろ。大丈夫、マイッキー。逃げろ。ダメかも。体力ミニ、押していく。マイキーどうしたの？ハルキ君に倒された。僕の見た目が変だからかも。マイキーの見た目が変だからやられちゃった？そう、ロウソ君なんてなかなか使う人もいないのかもしれない。敵取ってお風呂場にいる。オッケー、僕が。あれ、なんでだ？あ、ハルキ君攻撃してきた。マイキー、絶対ハルキ君人狼だ。ほら、ハルキ君だって。ハルキ君絶対人狼だ。気をつけて。お、よし、倒したぞ。よし。オッケー。やっぱりね。起こして僕を。オッケー、今行くね、マイキー。ハルキ君をその、倒さなきゃ。え、ハルキ君は全一に変身してるの？どういうこと？あれ？あれ？全一スキンが何に？え？よし、ロウソ君で行くぞ。なんで？全一スキンが僕に変身したってことは。マイキー、僕が人狼だったのさって。騙されたな、マイキー。いつから？てか、なんで僕のロウソ君使うの？そのシャープな素敵なスキンを使わないでは変身してずるいよ。だって面白いんだもん。よし、リーヌ君大好きを倒しちゃうぞ。頑張れ。マジ、グレラン持ちだ。女の子スキン頑張ってお願い。頑張ってお願い。あれなんかなんかよくわかんないけど勝ったぞ。鬼滅しちゃった。やったー、勝っていく。はい、ということで今日はシーズン2ガチャを引いて、それで出たスキンを使ってきました。負けちゃった。おー、暗黒オーラってことで、まあ宇宙時計もかっこいいし、今回のねシーズン2ガチャ、まあ、当たりスキン多いなと思いますが、面白いスキンが多いのでね、ぜひ皆さんやってみてくださいってことで、この動画が面白かったと思ったあなた、ぜひねこのゲーム脱獄ごっこダウンロードしてプレイしてみてください。無料だしね。みんなが何のガチャ引けるかちょっと教えてほしいな。うん、美味しいな、アイスクリーム。そうだね。うん、ってことでバイバイ。バイバイ。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしく。よろしくね。